庄内金魚明け3歳のメス。ヒレの本格的な形成はこれから。庄内金魚は、金魚の一品種。庄内金とだけ言うこともある。山形県の庄内地方、旧和丸目町で生み出された希少な品種で、津軽二色と並ぶ東北の地が根魚。尾ヒレが、とても長く、泳いでいる姿が優雅で、新魚になると角ヒレが身長、垂れ下がり、 振袖を着ているように見えることから、別名、袖りぶり金魚とも呼ばれる。体色は、発色がよく鮮明な赤色のサラさサ、角ヒレは白い。背に赤を吐いた、一本比がよものとされる。幼魚は一見コメットに似るが体型は幾分丸みを帯がっちりしており、風格がある、帯での張りは、あまり強くない。新魚の比較コメット主分金とは、 作出過程が全く異なる。庄内金魚と竜金を交配して、玉鯖が誕生したとされる。山形金魚とも言われるが、こちらは山形産金魚の総称で、庄内将、玉錦、山形玉鯖場、玉錦など丸での別種を含み、流通、認識上多少の混乱が見られる。幕末、母親戦争で、 列藩同盟軍を待ちくたびれた省内軍は、無敗のまま降伏した、最強軍の余裕か、川遊びや魚取りをして、戦旅を楽しんだ。その際、水野郷衛門は日記に、大声及び、船の類いさ山に取得たりしを、首相へ、模造りぬと書いており、当時すでに省内に金魚が入っていたことを伺わせる。また、この地にはもともと尾の長い船がいたのか、 近くには、鉄魚の頃に、山形県で最初に発見され、その後、宮城県のうとり沼で大量に生息が確認された、ヒレの長い金舟、2007年5月省内でも、確認の例もある。省内金魚との関係は、はっきりしていないが、金魚産地省内から、宮城川に金魚を運ぶ途中、うとり沼で水を買え魚を休ませ、その時の子孫が、 鉄魚類代につながったのでは、との説もあるが、1993年に行われた遺伝子分析によれば、金魚との交雑の可能性は、低いとされていて、在来の船の突然変異であり、金魚とは、無関係とされる。庄内金魚の海の親、安倍次郎兵衛は、西袋集落の林村王野の尖閣者であり、徳農家を、創船でもあった。 安倍家が伝えるところによれば、金魚との出会いは遠く、明治初年に遡り、明治7年初代で左沢に行った折、金魚養殖場を訪ねる機会があり、その金魚の美しさに魅せられ、譲り受けて、養殖に着手。以来3代にわたって、鋭意努力されること、およそ50年、1923年に至って、念願の選抜固定に成功した。 庄内金魚誕生までの主な経過として、大正12年に選抜固定に成功し、3年後に庄内金と命名したと、安倍覚書記にある。おそらく我が国の代表品種、和金、竜金、デメ金などが、魚をつけないで、呼ぶので、それに習ったのであろうか。しかし、後年県外や海外に輸出した時は、庄内金魚として扱ったそうである。 庄内金魚の創出には、もう一つの流れがあったことが知られている。坂田市、三畑の伊藤宇之助と、同志泉町の早藤鉄造のグループである。後年、安倍次郎兵衛から分譲を受け、そしてお互いに交流しながら、品種改良にしのぎを削った。同じ、庄内金魚とは言いながら、細部を比べると、多少の違いが認められる。安倍系、 在来種オランダシシ島で後輩に着手、体色は濃い赤色、鮮やかな紅色、尾の先端は尖っている。遊魚で老生すると頭部に肉瘤が出てくることがある。伊藤系、竜筋で後輩に着手、体色は短石色、大々赤色、尾の先端が丸く、切り込みが浅い。頭部に肉瘤はなく、成長すると安倍系に比べて、やや太鼓を持ち、 特に大ヒレが長くなる。在来種は、和菌ではなく皮膚なとする説もある。両系ともに、体型は和菌型で胴長、船尾である。コメットに似ているが体型は細くなく、大ヒレの張りが強く、ない。省内金魚の紅い質は、コメットよりも鮮明で、かつ深い色合いを持っている。コメットに比べふっくらと丸みを持ち、大ヒレは年とともに身長し体長の倍以上になる。 老生になるほど尾は垂れ下がり、伊藤系は著しく、尾が伸長し、振ソ袖金魚とも言われる。選抜の過程で、安倍系は退職に、伊藤系は尾ひれの改良に特に力を注いだと伝えられている。退職は赤色か、サラサ模様で、赤色が側線より上で上見、干渉に作られた。現在は、両系の改良を取り入れた形態で、色調はサラサを主体とする。 上から見て干渉する金魚であった、庄内金を水槽外の干渉にも適する養足線より下がった、変化を持たせ、鮮明な赤色の金魚を作り出してきている。季節風の激しい北国の山なので体幹性に富んで、おり、大変丈夫である。庄内町西袋地区、また、湯座地区の養魚場で庄内金の保存が図られている。昔は、 町内の西袋集落に8個の生産販売者がいたが、現在は3個。2009年以降の町内金魚品評会などにより、伝統伝承に一層尽力している。体型は脇型で、銅が長く角ひれが長い寒冷な気候に非常に強く、丈夫な品種である。一本比従来の日模様は、上見姿で、横見では、側線の上、粉端から、尾ひれの付け根まで。 切り目ない赤の一本ひで、角ひれは白。サラサは、体の上半分にのみ赤色が乗る。花やひれに、赤が入らないものが上等とされる。振り袖2から3歳頃より、角ひれが著しく成長する。老成すると、ベールテールになってその重さから、おひれが側線より上に上がらない。若いうちは吹き流しをまた、急激に大きくした場合、 体の成長の方が早く、結果として、尾びれの長さの割合は小さくなり、色はオレンジ色で鮮やかな赤色とはなれず、本来の体型形質にならないので急速に大きくしない方が良い。現在は、水槽飼育の横身、干渉に合わせて、サラサ、透明ウロコ三色リュウデメなど、積極的に改良されている。最近は、 よその業者産出の庄内金魚も流通しているようで、おひれは、それなりに伸びるものの、庄内産のものと比べると吹き流しうに近く、対抗は出ずおそらくの後輩主近年、後輩に一部鉄魚の血が入っているとの話もある。ありがとうございます。